はい、どうもおはこんばんちは、ウエスさん木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編究極、こちらのフロア6ですね、最終フロア攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。愛してないのハイパーヒールソニックブーストバックターゲットをつけています。続いてシゲチですね。モノクロ勇気の産物ケナスをつけてます。そしてキンスケですね。湧き上がる何も死ぬことはね、先導流れ込む心をつけてます。そしてスタンバイには支配要因で、青色を入れてます。見習いアイアイですね。支配要因ですね。リンクスキルは、エンヤバーをつけていってます。そしてフレンドはジョセフですね。ジョセフは、城のおかげで大活躍です。ありがとうございます。では参ります。もうね、本当にこのジョナサンタワーは難しいようですね。難しい感じですね、本当に。さあ CS を出しつついきましょう。ハイパーヒールを仕掛けておきましょう。なんか変な動きしましたね。まあ大丈夫でしょう。倒せました。はい、シーズですね。ここでも CS を打っていきましょう。倒されてしまいますが大丈夫です。さあ続いても、もうここまで来るとどうにもならないですね。まあ、愛してないのが発動してくれているおかげでなんとかなります。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドを CGCS で倒していきましょう。さあそして問題の場所ですね、出まいりました。クヤスがね、10分の1が今回はきちんと発動するようになっているので、本当にバックターゲットがなかったら泣いている感じですね、私は。そしてなぜかオクヤスだけが残っているような感じですね。これは大丈夫なのか、大丈夫なのか、倒しきれているのか。倒しきれました。はい、続いて第3ラウンドですね。第3ラウンドです。ここはですね、空打ちです。シビチ CS わざと空打ちします。そこからのこれでいいですね。ここからで大丈夫です。なぜここにこういうふうに面倒なことをしたかというと、シゲチが掴まれた時に面倒だからこういうことをしました。シゲチが掴まれてないので、このままシゲチで行きましょう。本当はね、シゲジーが捕まえたら、やることがあったんですけど、説明するのはちょっと私では言葉足らずなので、今回はこれで終わりたいと思います。いや、よかったです。はい、なんだかんだ言ってるうちにどんどん進んできております。いやー、これは
狙われております、狙われております。おらららららら、全員攻撃いってますね。怖いですね。回復しておきましょう。最終4ラウンド最終増援はこのまま倒していきます。一応満タンになりましたね。 HP 満タンになりました。さあ今度は CS です。自爆範囲からね逃れられるので割といい感じですね。 CSCS で。さあ続いてはバックターゲットで一応仕掛けていきます。ここでねゲージは全没収なのでまあ気にせず行った方がねいいですね。ここでもうディメンションしかないです。嫌な離れ方しました。これなら大丈夫ですね。さっき両端でね行こうとすると間違いが起こる可能性がありました。よかった。さあここで飛んでいきましょう。おっとここはどっちを倒しに行けばいいんだ。ワンチェンかな。ワンチェンを倒しに行きましょう。ワンチェンが倒せてない。ワンチェンが倒しきれておりませんでした。さあ今度は魂チップをしておいて、さあ今度はどうすればいいんでしょうか。ナイフナイフナイフ、ナイフを全部処理できましたね。いやーびっくりしてしました。ナイフが本当に怖い値ですね。さあ今度はもうジョナサンだけを倒す感じで走っていきましょう。全員倒せてますね。じゃあ誰でも大丈夫ですね。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。さあ虹ドローはしない、残念です。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサブタイム。